長屋のおさらばになります。皆さんおさらばになります。ありがとうございました。今までありがとうございました。皆さんとおさらばです。ありがとうございました。皆さんとおさらばですよ。聞いてますね。聞いてますね。重大発表してるんですよ。今すんごい重大発表したんだけど、さらっと重大発表したんだけど、知り合いのところでトラック運転手としてあれちゃん働くので、ね、もう皆さんとね、本人材おさらばでございます。本人材おさらばでございます。お前らとは本人材おさらばだ。なんでコメントしないの？どういうこと？帰ろう。夜間のトラックの運転手の仕事もあるらしいんだけど、お疲れ様です。はい、今日9000円待ってました。これでね、もうおちゃん全ての夢をね、失ってもうね、トラック運転手していただきますから、もうね、配信もできないです。さよなら。お前らともね、さらばです。あんたももうさらばです。あ、仕事中言ってましたね。おじちゃんもね、深夜のトラック、深夜の4トン乗るか軽トラ乗るかみたいな話があって、今のところ、ね、昼間働きたいなと思って、まあ別に深夜の4トンでもいいんだけど、人手不足の間だけでも深夜の4トン走ってもいいし、深夜トラックのドライバーしようかな、マジで。マジで深夜のドライバー先しようかな、借金返してから、借金はないねんけど、いろんなものね、お金貯めてから普通に昼の仕事に戻ろうかな。それはそれでありかなと思ってます。まあ何でもいいですね。1個あるけど、使える資格1個しかないから、その1個ももう助成金バブルが終わって、もうね、あれですよ、俺ちゃんはね、この腐った日本のせいでね、こんな人生を歩されたっていうね、第一の被害者ですよ。やってもやっても何にも報われないね、クソな国のね、この国の第一被害者、第一の被害者ですよ。ね、家でゴロゴロしてたから、こじきが物音生きて、ね、人妻からもらった小じきで、ね、遊びたくって、ね、おじちゃんは働いても働いてもね、ここの生活が楽にならないね、被害者でございますよ。かわいいな、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい女の子。まあ彼氏みたいな、かわいいから。まあ、こんな国に未練はないです。トラック運転手になっても配信してほしい。トラック運転手になって、そんな話、例えばこの間までしてたやつおったな、誰か。まあ年下なんだけど、知り合いがね、なんかトラックやってて運転手がおらんらしいから、まあそれ手伝うの、手伝って、そうファッションランキングね、投票最終日なので、今日締め切ったらね、多分俺ちゃん1位ちゃうかなとされてる。俺ちゃんが1位じゃないっておかしいだろ、間違いなく1位だろ。これで1位じゃなかったら完全にデキレースだわ。俺ちゃんも一生1位だわ。電車来た、電車来た、乗ります。Station number West 18. Please change.
全然誰も来ないんだよ。ウサギはどうだよ、来ないよ。おかしくない？何のためのウサギは、ウサギは飛んでこないよ。谷町9丁目、谷町線、近鉄線は乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。メガホンです。ほら。ウサギバカの次にしか来ないウサギ。何のためのウサギバカ？文字プラスって。文字プラスって。重大発表なんですけど、皆さんがいらっしゃる方々からだけでも聞いていただきたいと思うんですけど、俺ちゃんトラックの運転手になります。トラックの運転手になります。次は今里、知り合いの知り合いのところでトラックの運転手、今里筋線の乗り換えです。出口は右側です。日雇い派遣おじさんともお別れです。あ、全然いいですよ、ね。見えるのマンション解約するつもりで思ってたんですけど、もしかしたら、5月に解約だし、6月解約になると、そうなったら、7月いっぱいまで、帰って7月解約に行かないと。で、それまでにもしかしたら、ブリーダーの仕事をやるかもしれないです。知り合いとブリーダーの仕事するかもしれないです。そうなったらその家のマンション使うかもしれないので、まだ予定のいるんですけど、みんなで貸すためにお金を貸し合ってまたお店するかもしれないです。そのためにトラック運転手を手伝いに行かないといけないです。こっちはもう金稼がないといけない。トラック運転手
いや、あの 2L のマンションにお姉ちゃんがおらんかったら、ベッドがありますからね、ベッドも、あと風呂もトイレも何もかも揃ってますから、なんだったらパソコンも3台あります。パソコン3台あるから全部重たいけど、日雇いの予定はね、とりあえず明日までしか入ってないです。でゴールデン中にその、あの運転手伝うのか、どうするのかちょっと分かんないですけど、パートは数字が出てない。4トン乗るか、軽なのか、アマゾンの配達をするか、なんかもうちょっと分けるのか、深夜のドライブか、ドライブをするか。ちょっと気が付いてしまって。鳥ちゃんみたいにスーパー強ドライバー。おいしそう、スーパープロドライバーがね、ゴーン軍の著者、東京拘置所からニュースが来ましたね。次は新深江、東京行きです。10トンは乗れないんですけど、この免許は8トンまでです。ちょっと財布出してみて、財布出してみて、財布出してみて、ラインできる。ちなみにあの下半身 YMCA、 下半身 YMCA の動画も広告つけました。新深江、チャンネル登録が1190人から開放しました。ぼちぼち開放しました。どんだけポジットン、どんだけポジットン、
瞬で一瞬で何十万も動くが、このクジラが200バレルでも、最近100バレルでもいっぱいいっぱい。右側の扉が開きます。ご注意ください。1ドルぐらい瞬間に動くのに、わかんない、胃がキリキリして死んでしまうんです、ね。まあ、でも怖かった、こじった怖かったというか企画できたというか、おめでとうございます、おめでとうございます。次は南立つに、南立つに終点です。1号出口により介護とリハビリの平成会特別養護老人ホーム随行園は次でございます。アイムで1枚稼げた今日は、そうそう、1ドル5枚の1ドルね、フォローションです。原油1ドルとかすぐ動く、3ドルぐらい動くの、しかも一方通行でキュイン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 って動くの、蹴られる。しまった、こじった位置まで帰ってきた、こじった位置まで帰ってきたよ。すげえな、マジで。どんなハイレバでやってんだよ。